皆さんこんにちは。スポットイーサリアム ETF のローンチが加速。新たな予定日は7月2日とブルームバーグアナリストが語る。 ETF の発売後最初の数日間で BTC の価格が急騰したことを思い出してください。それ以降これらの金融商品は数十億ドルの資金を集め原資産の史上最高値に向けて価格急騰を推進しました。 ETH も ETF 承認前に目覚ましい上昇を見せたが取引が開始されると大きな変動が予想される。アップデート。私たちはイーサ ETF のスポットのローンチ日のオーバーアンダーを7月2日に繰り上げている。スタッフが今日 S1 に関するコメントを発行者に送ったと聞いている。翌週に発行を宣言し連休明けに発行させる可能性が高い。可能性はあるがこれが現時点での最善の推測だ。同氏は書類手続きは今後10日ほどで完了する可能性が高いと考えているため7月4日の米国の祝日前には仕事が片付く可能性があるという。言い換えればバルチナス氏はイーサリアム ETF が7月2日までに日の目を見る可能性があると示唆した。 SEC のゲンスラー氏は9月までの可能性について言及していましたが7月の予測は予想外に早いですね。フランクフルト証券取引所の分析では XRP が10ドルまで20倍の上昇を予測。この分析はトーケンタズインベストメントエイジーの CEO であるオリバー・ミシェル氏がデア・アクティオナーの記者との最近のインタビューで行ったものです。具体的には2024年の XRP の潜在的なパフォーマンスと投資家が期待している理由に焦点を当てた分析となっています。ドイツのフランクフルト証券取引所における XRP のチャート分析。 XRP のチャートはソラナやイーサリアムとは大きく異なる。2014年から2017年にかけて圧縮されたウェッジがあり最初のブレイクアウトで 4300% 上昇した。そしてもう一つのブレイクアウトがあった 39700%。 我々は今2024年に同様のウェッジを持っている。圧力が高まっている。それは40倍である必要はありません。20倍で十分です。8ドルから10ドル。ビップル社は企業や機関投資家中央銀行のための総合的なプロバイダー。ビップル社はスタンダードカストディを買収。ビップル社は規制が明確になった時点でステーブルコインをローンチするつもりだ。規制が明確になれば全てが完了。これらのファンダとチャート形状からブレイクアウトを予測しているようです。もちろん投資は自己責任でお願いします。アナリスト、次の XRP 上昇は壮大なものになるだろう。数字とチャートは嘘をつかない。有名な暗号アナリストは最近 X に関する取引のヒントを共有しました。このヒントは相対力指数 RSI と XRP 市場内で売られすぎの状態を識別する際のその潜在的な仕様に焦点を当てており、 XRP トレーダーが数百万ドルを稼ぐのに役立つ可能性があります。XRP 取引のヒント、 RSI の低水準。週足タイムフレームの RSI が最低点に達した時、それは資産が売られすぎている可能性を示唆し、買いの機会を示している可能性があります。もしあなたがこれらのレベルで XRP を買ったりホールドしていないなら、それは間違った方法で取引の基本を理解していません。男は嘘をつき、女は嘘をつくが、数字とチャートは嘘をつかない。次のパンプは壮大なものになるだろう。週足レベルでも売られすぎ状態でブレイクアウトが近づいていると予測しています。これまた投資は自己責任でお願いしますね。こちらは過去1ヶ月間の生産ヒートマップです。レジスタンスの生産ネックラインは 0.537 ドル付近です。サポートの生産ネックラインは 0.445 ドル付近です。日足のチャートに反映させます。オレンジ色の水平ラインが生産のネックラインです。2ヶ月以上続いているこの生産のネックラインを突破すれば軽くなりそうですね。こちらはビットコインとソラナの過去1週間のパフォーマンスの比較です。そしてこちらはビットコインと XRP の過去1週間のパフォーマンスの比較です。 XRP がビットコインやソラナよりもわずかにパフォーマンスがリードしています。珍しい現象ですね。おいおい。
それでは次回お会いしましょう。バイバイ。Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.